どうも、キスケです。ということで、まあちょっとね、まさかすぎるんだよな。こいつが全開覚醒するらしいですね。びっくりなんやけど、レジェンズリミテッド、ピッコロ全開覚醒予定と。まあ覚醒予定なんでね。まあもしかしたら、運営さんが、気を持ち直して実装しないかもしれないっていう。必殺アーツに踏ん張り無効効果が追加。ユニアビを全所得すれば打撃用ダメージが射撃用ダメージ並みにアップ。敵の打撃、射撃、アーツコストアップや気力減少等の、効果も追加され、より強力なキャラクターとなったぞということで。まあ、覚醒予定やのになったぞってこうもう断言しちゃってるっていう いうことで。いや、嘘でしょ。なんかね、僕こいつはね、ちょっと、なんていうかな。まあ、最近使ったというか ブロリーガシャに入っとったんですよね、こいつが。で、持ってなかったんですよ。持ってなくて、で、ようやく当たって、で、ようやく初めて使いましたみたいな動画上げたら、割かし好評やったんですよね。まあ、割かし好評やったんやけど、まさか全開覚醒するとは思わんやん。さすがに。ビビるよね。どうした？マジで。で、まあ、こいつ防御タイプなんですよね。防御タイプで、まあ、ステータス上射撃の方が火力は高いんやけど、まあ、ソウルブーストパネル開けていくごとに、まあ、打撃、余ダメージも、まああれか、射撃並みに火力が上がるよっていうことでしょうね。必殺アーツに踏ん張り無効。まあでもなんか最近さ、別に踏ん張り効果持ってるキャラクターそんなに多くないし、多くないっていうかまあ、環境にあまりいないじゃないですか。まあトッポであったりとか、スーパー海洋拳悟空とか、その辺ぐらいでしょ。だからね、まあ別に、つけなくてもよかったんじゃねっていう 感じはするけど、まあまあまあ、ないよりはいいのかなっていう感じかな。考えられないですね 考えられないですね、正直僕は。まあその、そろそろリミテッドの全開覚醒来るんちゃうかなっていうのは、まあ分かってましたよ。で、みんなも結構予想しとったんじゃないですか？そろそろスーパーベジットが来るんじゃないかとか、いや、5点の方が先なんじゃないかとか、また、マタナ悟空が全開覚醒して孫一族が強くなるんちゃうかとかね、結構、予想してたでしょ、みんな。僕もしてましたよ。まさかのこいつ 考えられへんな。普通に考えられない。マジかっていう感じ。で、その、ゴッドベジータが実装されたでしょ、全開覚醒で。で、全開覚醒して、使ってる時に、まあ、黄色来たから次黄色ないんじゃね？みたいな感じで言ったんやけど、まさかの黄色で追い打ち。ソウル足らんし、みたいな感じになっちゃいますよね、これ。ってことは、まあ、スーパーベジットとか、ゴテンとか、マタナ悟空は、当分先ですよね。当分先。リミテッドキャラ、最近全開覚醒したのが親子ご飯でしょ？で、次がこいつでしょ？ってことは、もう結構先になるんじゃない？スーパーベジットとか。多分ね、スーパーベジットあたりの全開覚醒は、なんかの記念とか、3周年とか、多分そのあたりになってくるんじゃないかなとは思ってるんやけど、まあ、これで望みが消えましたね。で、個人的にはさ、再生パーティーの黄色枠ってさ、ピッコロ大魔王いるでしょ。めちゃくちゃ強いやん、あいつって。だから別に、
再生に強い黄色あげる必要なかったんちゃうかなって思ってるんやけど、考えることが分かんないんだよな。これやったらね、リミテッドのフリーザでよかったんじゃねって思うんすよ、個人的に。その悪の系譜が好きやからひいきしてるんでしょっていうわけではなくて、リミテッドフリーザってさ、こいつと一緒に出たでしょ。でどっちかというとさ、再生パーティーと悪の系譜どっちが強いって言ったら再生やんか。でまあ悪の系譜に足りない色っていうのが紫と黄色やんかね。じゃあリミテッドフリーザ全開させた方が良かったんじゃね、冷静に考えてって僕は思うんですけど、運営さんはそんなもん知ったこっちゃないと、敵キャラクターはどうでもいいんだと、とりあえず身内から固めていくちょっとな、さすがに普通に引いたなこれはなんか怒りとか、え、なんなんこれみたいなんじゃなくて引いた、普通に。うん、でこのまああんまりね、あのツイッターの名前とかね晒すのは良くないと思うんやけどあのこれツイートされた瞬間、なんか海外勢とかがさ、ワッツみたいな、なんでみたいな、まさかのこいつみたいな感じで、結構海外勢も戸惑ってた。うん、で日本人ももちろん戸惑ってただからみんな考えるところは同じなんですよね。なんでこいつなんやっていう、マジで意味わからんよね。でこいつが実装されたのが2020年の3月ぐらいだと思うんですよ。3月ぐらい、1年経ってないんですよね。1年経たずにこいつが全開覚醒。じゃあ何がこれから起こるのかっていうと、多分再生強化に入ってくると思う。うん、で再生パーティーって何色が足りないって聞かれると青色でしょ。だから多分めちゃくちゃ強い青色の再生キャラクターが登場するんじゃないかなって、思います。はい、こいつ別に全開覚醒せんでもさ強かったイメージあるんだよな。初めて使ったけど普通に変身後のステータスも高いし、まあ、まず必殺アーツもシャキアーマー持ちでめちゃくちゃ強いし、で特殊アーツで必殺ドローできるっていうのもめちゃくちゃ優秀でしょ。で変身タイミングでバニシング回復できるしね。だからまあ青染めパーティーは多分終わるね。うん、終わります。まあそのゴッドベジータが実装されたタイミングでもう青染めパーティーって結構減ってきたんですよ。減ってきた、やっぱ黄色がきつすぎる。ただまあゴッドベジータだけでは流行りは廃らないとは思ってたんですけど、ここで追い打ちかのように黄色、うん、まあ多分運営は分かってますね。絶対黄色が今の環境強いっていうのが、まあ、多分把握してると思うんで、まあ青染めパーティーがこれで完全に終わったかな。だって想像してみてくださいよ。青染めパーティー使ってて青と紫でしょ。で再生パーティーと当たってピッコロ大魔王、リミテッドピッコロ、全開覚醒の魔人ブーと対面したらさ、絶対勝てへんやん。絶対勝てないでしょっていうことですよ。うん、多分再生パーティーに普通にピッコロ大魔王これからも入ってくるし、なんなら黄色2枚だし、でまあ緑だしみたいな感じの編成もそこそこ流行ってると思うんで、いやこれはねとんでもない悪魔が環境に降りてくるぞ。ただそれと比例して孫一族も強くなるのかなって思ってて、親子ご飯再生特攻でしょ、で悟空3でしょ。まあ悟空3に関しては黄色2枚出されたら結構厳しそうやけど、まあ悟空ん親子ご飯がだいぶまた環境に復帰されてくるのかなっていうイメージはありますね。うん、最近あんまり見えへんもんね意外と。だからまた親子ご飯が環境に復活するんちゃいますか。はい、以上です
正直まあこれはちょっと唖然ですね。呆れました。はい、お疲れ様です。